こんにちは。中原大学企業管理学科3年生の山中空です。私は日本で高校1年生から3年間中国語を勉強してから台湾に来ました。今は中原大学企業管理学科にて管理学を中心としたビジネスの勉強をしています。また国際学生会の幹部や国際親善大使といった経験をしてきました。大学での今までの3年間、楽しいことや悲しいこと、挫折などたくさん味わってきましたが、その度に同級生たちと乗り越えてくることができました。台湾留学なので同級生は台湾人ばかりだと思われがちですが、台湾大学は海外留学生を強く歓迎しているところがほとんどです。なので私の大学でもマレーシアやインドネシア、韓国から来た留学生がたくさんいます。正規留学だからこそ彼らと深く長い関わりをすることができ、台湾人がどれだけ親切でどれだけ情熱的かも分かることができます。またチームワーク力を高めるのはもちろんですが、自分の意見を持ちはっきりと明確に相手に伝える表現の力もついたように思います。台湾では当たり前に身につくこの能力ですが、私自身日本に帰った時にインターンシップなどに参加すると、いつの間にかこれが自分の強みになっていると気づきました。中国語に関してですが、私自身まだ日本で勉強していた時は本当に通じるのかなと不安な部分はありましたが、いざ台湾に来てみると自分が思っていた以上に通じるのと同時に、台湾人もこちらが日本人だと分かってくれているので意味を汲み取ろうとしてくれる部分がとても助かりました。そして学年が上がるにつれて、レポートなどを通してより丁寧な中国語を学ぶことができるのと同時に、中国語を母国語として喋る人たちのニュアンスといったものを分かるようになり、今ではより自然に台湾人とコミュニケーションが取れるようになったと思っています。私自身日本の大学に行っていたら、こんなに必死になって友達と勉強することはなかったように思いますし、自分から進んで部活の幹部になり組織をまとめることもなかったように思います。しかし高校生の時から人と違う経験がしたいと思っていたので、この留学に来たことを後悔してはいませんし、むしろ他の人に留学の良さをどんどん伝えていきたいと思っています。正直中国語を勉強したいという部分だけであれば日本で達成できるかもしれませんが、せっかく台湾に来たなら中国語を勉強するというだけではもったいないと思うので、プラスアルファで何を得たいかという部分が大事だと思っています。なので私自身もこれからどんどん機会を探して自分にプラスになることを見つけていきたいと思っています。これらが私が台湾で感じたことであり、台湾留学のいいところだと思っています。なのでぜひ皆さんも台湾留学を検討してみてほしいと思っています。ありがとうございました。